ちは。お気楽屋の着物着方教室、佐久間です。今回は名古屋帯を使って角出し結び結んでみようと思います。角出し結びの形はこのような形ですよ。横から見ても下がね、少し膨らんでラインが綺麗ですよね。角出し結びのポイントは背中のシッてするね、シャープさだとね、私は思うんですね。なんかヨロヨロしてると背中って年齢が出ますよね。お洋服の時も一緒です。今日のお気楽屋のこの角出し結びのポイント、背中のシャープさを出すためにちょっとね、後で秘密兵器ご紹介しますよ。これ見られると、あ、角出し結んでみたいなって絶対思われると思います。この角出し結びは礼装とかね、そのような時には向きません。街歩きとかお友達とショッピング、お食事、そのようなね、気軽な席にぜひ結んでみてください。そしてもう一ついいのが、ちょっと短いわって言われる名古屋帯でも角出しならなんとかね、結ぶことができる時あるんですね。ご自分のタンスの中をね、探してみて、名古屋帯の、あ、これ結んでみたいなっていうものをぜひ手元に置いて、一緒に YouTube 見て、そして結んでみてくださいね。見るだけじゃダメですよ。一緒にぜひ結んでください。では名古屋帯の角出し結びに使うもの、ご説明していきます。帯板はいつも通り後ろまで続いている前結び用の帯板です。そして手の代わりをしてくれるクリップ、今日はね、2個使っていきますよ。最初はいつも通り中心に1つだけ留めておきます。もう1つはね、後で出番がやってきますので、手の届くとこに置いておいてください。そしてあとね、枕を留めるこのような紙ゴム、これもね、後使いますのでね、ちょっとこの手首に留めておきましょう。主役の名古屋帯です。今日私が使う名古屋帯は8寸の織の名古屋帯です。名古屋帯にはいろんな種類がありますよね。お腹にポンと柄があって、お太鼓になるとこにまた柄がある、ポイント柄の名古屋帯というものもあります。角出しの時にはそのようにポンポンとポイントの柄があるものよりは、全体に柄があったり、また無地だったりね、このような織の帯だったり、連続柄のある帯の方がぐんとね、結びやすいです。そして先ほどご説明したポイント柄の名古屋帯も、十分に長さがあれば角出し楽しむことができますよ。タンスの中にある帯、ちょっと確認してみてくださいね。そうして角出しを結ぶときに、本とかを見るとね、よく腰紐でね、山線作りましょうって書いてあります。お気楽屋のこのね、着方教室、お店のね、本校のレッスンの方でもこのような角出し枕を使っていきます。これね、お気楽屋のオリジナルなんですね。これの何がいいかというと、芯が中にね、入ってるんですね。ですから腰紐で山を作るよりも、角出しの山の線がシャープに、そしてね、背中にぴったりとくっついて、すごくかっこいい角出しが結べます。このような角出し枕、今日はね、ちょっと商品のね、ご説明もしていきますね。お気楽屋のホームページのネット販売の方からね、購入もしていただけますよ。この角出し枕のいいとこは、先ほど言った芯が取り外せるようになってます。私はね、角出し結んでみて、今のこのね、ちょっと頼りなげだけども柔らかい芯が気に入ってますけども、お人によってはもう少し硬い方がいいわとか、少し厚みが欲しいのって言われる方もいらっしゃいますよね。お好みはね、皆さん違いますから。その時にはこの芯を取り出して、この芯にさらしを少し巻いていただくと
厚みができます。そして私がね、これ最高にいいなって思うとこは、芯を取り外したらこの紐の部分がね、手洗いできるんですね。皆さんがお持ちのね、帯枕のね、この紐の部分もちょっと見てください。しっかり結びますからね、何回も触るうちに汚れてきますよね。洗えるっていうのがね、一番いいとこです。そうして見ていただくと分かるように、すごく可愛い友禅柄のガーゼでできてます。長襦袢もそうですけども、人様にはね、お見せするとこではないですけども、ちょっと小物がね、可愛いとテンションが上がりますよ。ぜひまたね、ホームページの方からご覧ください。そしてあとね、使うものが帯揚げと帯締めになってきます。帯揚げは先ほどのこの手作りの枕にかけておきますよ。4等分でかけてもよし。私はね、これ最初に半分折りにします。半分折りにして、この枕に中心を合わせて3つ折りにかけていきます。これもね、帯揚げ、使う帯揚げの幅によってね、かけ方を私は変えてます。絞りなんかで幅がね、絞ってあるから狭いなっていう時は、本当に半分に折らなくっても3つ折りだけでもかかる時がありますよね。この YouTube の中で何回って言ってるから、その通りにしなくちゃって思わず、ご自分のお持ちのものに合わせてちょっと調節をしてみてください。このような感じになりますよ。そうして整えたら置いておきましょう。では名古屋帯の角出し結び結んでいきますね。まず手先の長さを測っていきます。今日初めてご覧くださった方はメジャー出してきてください。手先を一度だけ55センチ長さ測ってみてください。この55センチというのがお気楽屋のこの YouTube の着方教室の基本になります。手先の長さの基本です。一度だけ測っていただくと、次からは自分の体で55の位置を確認していただきますよ。最初に55センチを測ったら、左手でこのように55のとこをつまみます。右手は手先の端っこ。右腕しっかり伸ばして55センチ。自分の体で確認をしてください。前に持ってきたら、右手も離して55のとこ。今日の角出しは、基本的には一手半足していきますけども、私の帯はちょっとね、薄手ですから、今日一手足していきます。足したとこを真ん中のクリップで留めたら、折り上げて手先右肩、右手で押さえておきましょう。左のお袖を扱ったら左手帯の上、左手で背中までこのように持っていきます。右手迎えに行ったら、そのままご自分が回ってください。もうね、自分が回ることで帯はこのように体に沿ってくれますよ。一度目の引き締めです。右手は手先の外っ側、じわーって引き締めです。後で回すから、ここ緩くしなくっちゃとかって思わずに、ここはね、じわーって引き締め。もう一回回りましょう。左手背中、右手迎えに行って回ります。そして2回目ですよ。右手は帯の下に持ち替えて手にかぶせます。左手、帯の下を触ってずーっと、はい、背中まで行きましょう。内側の1枚だけをつまみます。右手脇に開いて。はい、ここもじわーって引き締めです。脇まで迎えに行って沿わせてきたら、手先を下ろしましょう。真ん中のクリップ、右手で取って。右脇下とおへその間ぐらいにクリップを移動しておきましょう。クリップ止めたら両手離して大丈夫です。手先を下から頂戴して左胸の前に、そのまま裏返しますよ。右手が上、左手が下。
元のとこをきれいに広げたら、両手が20センチ前、左から上に重ねて半分折り。内側にね、耳が来てますよ。右手で耳を揃えながら上がってきたら、一番上、折りきれなかったとこ、帯板と帯の間に返してあげましょう。今度は残りタレの方ですよね。タレを下から一回折り上げたら、手先が上ですよ。手先上で、下結びです。しっかりここでぎゅーって結びましょう。手先だけまっすぐ立てます。この時にぎゅーっと締めて、これ十文字にされるっていう方もいらっしゃいますけども、十文字にしたらどうでしょう。緩みますよね。ですから、締めたら手先だけまっすぐに立てますよ。そして、手先の元を開いておきます。左側に手先の輪が行くように振り分けますよ。こっちに輪が行ってますよ。そして、右下のクリップを取ったら、右の角の端っこを止めます。もう一つ、さっきクリップがありましたよね。そのクリップで左側の角を止めましょう。この時のポイントは、なるだけ角の端っこを止めてくださいっていうことです。そして下に残ってるタレの元を開いたら、ここで角出し枕です。角出し枕をタレの中です。タレの中に入れたら、皆さんね、これ、枕どこに置いたらいいんですかってよく言われます。最低でも、この角の幅、これはね、山の幅で取っていただきたいんですね。この角の幅、同じぐらい。長さがあれば、両手中に入れたら軽く手一杯伸ばした位置。角はね、ツンツンって上にぶら下がらない方がかっこいいんですね。ですから、一手半ぐらいは、取っていただきたいなって思います。はい、そうしたら、角の上にちょんと置きますよ。帯上げ、中に枕の紐があります。クリップに一旦預けましょう。これ楽ちん。はい、後ろに持っていきます。下でキュッと引いといたら、ここで、はい、仮結び。蝶々結びでも、グー結びでもいいですよ。よいしょ。針に結んでおきましょう。中にね、芯が入ってますから、よろよろせずにかっこいいですよね。そうしたらもう帯締めです。帯の長さによってですけども、タレのこの余り加減、違ってきますよね。もうほんと、これぐらいしか余らないわっていう方も、一緒にやってていらっしゃると思います。そういう方の場合には、帯締めを外からかけていきます。かける位置は、タレ先から20センチの位置。このままぐーっと上げていけばどうでしょう。もうかっこいい角出しですよね。私の今日の帯は、ちょっと長いんですよね。そのような場合には、帯締めを中から沿わせますよ。その位置はどこって言ったら、さっきの角の幅。だいたい一手でしたよね。一手、二手とちょっと。その位置に当てます。はい、そうして、折り上げて、先ほどの垂れ先20センチを作っていきます。そのまま、見てくださいよ。お腹にぐーっとすらせて上げていきましょう。上がるとこまで。どうせね、あとね、落ちてくるんですね。しっかりここ上げてください。上げたらそのまま後ろに持っていきます。これはいつもと一緒ですよね。本結びはね、後ろではできませんから、一回結んで、右と左を振り分けて差し込みます。そしてもうこのクリップ取りますよ。そして角です。角をぐーっと下に下ろしていきましょう。背中についたとこ、どうでしょうか。
紐だけだとね、よろよろするとこがピタッとくっつきますよね。これで回していきます。右のお袖を上げたら左脇一旦持ち上げて回します。仮結びのコブが真ん中に来たかな。だいたい真ん中に来たら背中も触ってみてください。お太鼓の部分、垂れの部分来たかな。お尻に均等に入ってるかな、確認をしましょう。そして角出し枕結びつ替えていきます。帯揚げの仮結びをほどいたら、中からねこんなちょっとかわいい枕の紐が出てきますよ。この枕の紐は帯の上でです。胸元で締めるとね、もうきつすぎてあと苦しくなりますよ。帯の上で結びます。ポンと取ります。こんなゆるゆるですよ。こんなゆるゆる拳が1個入ります。このゆるゆるのものをしっかりとまず結び目ここで結んでギュッと入れます。そして脇はしごいていきましょう。ちょっとね、かわいい紐ですけど見えるとねおかしいので、しごいて中に入れていきます。そうしたらまず帯締め結んでいきましょう。これ落ちてしまうとね、お太鼓ポロンと落ちますのでね。長さを揃えたら必ずどのような帯でもたるみ入ってきますので、たるみをしっかりと後ろまで送っていきましょう。そしてのしめ結びしていきますよ。両方親指内内ひっくり返します。ご自分の右に来た方だけを動かしますよ。右を左の上、左手一手で持って、右に来た方上から入れて一結び、しっかり締めたら右を左の胴に沿わせてちょんと押さえましょう。下にぶら下がってるの、下から半返し押さえて締めましょう。これだけです。2本をきっちり揃えて脇まで。そして帯揚げです。帯揚げはね、今日は半分に折ってからまた半分三つ折りにかけましたので、かけた時の形を思い出してここ整えていきましょう。出しは半分の三つ折りです。今日のね、ちょっとちりめんはしっかり幅があるので折り方変えましたよ。はい、またここも三つ折りにしました。そして結んでいきます。左が上で下結び、難しいこと考えないで大丈夫。上と下に出ます。上に出たものを重ねて、もう下結びするときは優しく緩めに、真ん中にちょんと金目を置くだけです。余ったとこを整えて中に入れていきましょう。入れたらしごきますよ。出方はここで鏡を見ながら整えていきましょう。おはしゃり、最後に横に整えてくださいね。一番最後です。ここ肝心なんですね。しっかり上に持ち上げましたので、垂れがお尻のトップよりも短いわっていう時もね、あるんですね。最後は垂れ先を触って、垂れ先が自分のお尻の一番高い位置に来てるかな、お尻のトップに来てるかなっていうことを確認してください。この垂れ先を決めるっていうところがね、最後の最後のポイントですよ。少しふっくらして下にボリュームがありますよね。これからの季節、薄物の羽織とか、またね、合わせの羽織、羽織られた時にこのラインがあるから綺麗なんですね。ぜひ皆さんも名古屋帯で角出し結び、街歩きにね、ぜひ結んでみてくださいね。お気楽屋の着物着方教師でした。